モン内部？まずはガンダモンを見つけろ。行くぞ。自分の身は自分で守れよ。いいな。無理はするな。なかなか愉快なセッションしてるじゃねえか。俺も混ぜろよ。あれ、もうガンダム見つかった？見ねえ顔だな。ムーア同胞団がまた連邦に金を積んだか。よう、ジョーちゃん、こんな戦場で彼氏探しかい？いえ、そんなって、どなた？ガンダム違いだけど、味方だよ、ウノ姉さん。少尉、同行お願いします。俺とセッションがしたいってか。いいぜ、ついてきな、リオ・フレミングだ。よろしく。お願いします。サクラ、いいのよね？大丈夫、説明はしていくから。まずは坂を上がって、事務隊を援護しよう。そこ。まだか。逃げてみろ。展開。行け。オールレンジ攻撃。肝心な時に。セリア。ブレイク現象。ウルーマ。なんだよこの作戦は。全然話が違うじゃないか。作戦どころか、世界が間違ってるというか、歪んでるっていうか。世界の歪み？くだらんな。目の前の敵を叩く、それだけで十分だろ。さくら、彼は一年戦争の帯電したデブリによって絶えず。ユノの姉さん、ここはどこなんだ？鉄火団のみんな、まさかブルーマと一緒に。団長のモビルワーカーとはぐれちまって。くそ、またあの黒いおまけ野郎か。団長は大丈夫、私たちが迎えに行くわ。死ぬんじゃねえぞお前ら。ここは俺たちの死に場所じゃねえ。団長、わかりました。鉄火団の底力を見せてやるぜ。ふん、盛り上がってきたじゃねえか。一言で士気が向上、さすが団長ね。ずいぶんと静かな戦場だぜ。ち、心機くせえと思ったら音楽消えてたぜ。それじゃあ BGM オン。乗ってきたぜ。あ、この曲好き。いい感じだ。このままアンコールまで突っ走ろうじゃねえの。とっておきだ。でやオールレンジ攻撃。モビルアーマーのサブユニット、いつ負けてやがる。何パターンなんだよ。 BGM くらいは変えてみる。それくらいはやってもらわないとな。ザッ。あ、これも好きかも。いいリズムだ。水を差してすまねえが、悪い情報だ。ギャラルホルンのモビルスーツを見た。アリアンロッドの連中だと思うが、近くに立てこもってる。敵外縁機動統合艦隊の戦力ってことは、敵か味方か、発揮しやがれ。小隊長、核兵器のスイッチを押して、直接確かめましょう。まだなのか。
右翼様の心へは行かせんぞ。会場のテンションも上がってきたようだな。ってことはこの先にいるのは名門クジャン家の若当主様だ。こいつらはここで止める。意欲様を危険にさらすわけにはいかんのだ。こっちの士気もすごく高い。ザコ、そこだ。敵でも全力を尽くすのがクジャン家の教え。大物のご登場か。使徒めがいがありそうだ。アリアンロッド第二艦隊の指揮官だもんね。そればかりか、クジャン家のご当主様だよ。抵抗するのならばこの意欲クジャンが討ち取ってくれよ。イオフレミングだ。しょぼいテクニックでついてくるなら置いていくぜ。今の俺にはレギンレイズがある。長距離狙撃タイプ。小隊長、イオ少尉、気をつけて。どんなにモビルスーツが高性能だろうとガキはガキってことだ。余裕だな。貴様の泣き面が目に浮かぶようだ。マナーの悪いファンはお断りだぜ。スナイパーってのはどうにも馬が合わないんだよな。今のところすごく合ってる気がするけど。問題はそこじゃねえ、ユノ。まずいな、アリアンロッドか。抵抗するのならばこの意欲クジャンが討ち取ってくれよ。まだ俺をやろうってのか。面白い。そんなものか。この程度でやられるほど俺とガンダムはヤワじゃないぜ。部下たちの流した涙は今や私の血肉と同じ。ここで引くわけにはいかんのだ。お互い背負うものってやつがあるようだな。なんというか、部下の人たちとはまた別の迫力がある。こういうところはギャラルホルンナンバーワンかもね。私の命で皆の命をつなぐ。お前も戦場に出てきてるんだ。覚悟はできてんだよな。これ以上俺の邪魔をしよってんなら容赦はしないぜ。待てよ。ギャラルホルンの幹部をやっちまうわけにはいかねえ。私がやられるだと。受け止め。あっぶねえ。ヒヤヒヤもんだぜ。まったく。行け、突き止め。やるな。いい加減にやるな。落ちろ。ここがソロモン内部？まずはガンダムを見つけろ。この私が武をもって制するとしよう。ついてこい。ミッションプランを開始。なかなか愉快なセッションしてるじゃねえか。俺も混ぜろよ。あれ？もうガンダム見つかった？見ねえ顔だな。ムーア同胞団がまた連邦に金を積んだか。よう、ジョーちゃん、こんな戦場で彼氏探しかい？いえ、そんなって、どなた？ガンダム違いだけど、味方だよ。ブレイク現象。プルッ、ユノの姉さん、ここはどこなんだ？鉄火団のみんな、まさかブルーマと一緒に。団長のモビルワーカーとはぐれちまって。オルガ団長、応答願います。ずいぶんと静かな戦場だぜ。ち、新規癖と思ったら音楽消えてたぜ。それじゃあ BGM オン。
乗ってきたぜ。あ、この曲好き。いい感じだ。このままアンコールまで。モビルアーマーのサブユニットはいつまで出る。ワンパターンなんだよ。 BGM くらいは変えてみる。それくらいはやってもらわないとな。あ、これも好きかも。いいリズムだ。水を差してすまねえが、悪い情報だ。ギャラルホルンのモビルスーツを見た。アリアンドットの意欲様のところへは行かせんぞ。会場のテンションも上がってきたようだな。ってことはこの先にいるのは名門クジャン家の若当主様だ。こいつらはここで止める。意欲様を危険にさらすわけにはいかんのだ。こっちの士気もすごく高い。雑魚の相手をしてるほど俺は暇じゃないんだね。悪乗りする客には退場してもらおうか。落ちろ。逃げてみろよ。これで決める。でやいけ。オールレンジ攻撃。うわ、直撃ダブル。いけいけ。オールレンジ攻撃。ほまだか。俺をやろうってのか。面白いね。今のは聞いたぜ。直撃やるの。あれ、いただきだ。敵でも全力を尽くすのがく大物のご登場か。使徒願いがありそうだ。アリアンロッド第二艦隊の指揮官だもんね。そればかりか、クジャン家のご当主様だよ。抵抗するのならばこの意欲クジャンが討ち取ってくれよ。イオフレミングだ。しょぼいテクニックでついてくるなら置いていくぜ。今の俺にはレギンレイズがある。長距離狙撃タイプ。イオ少尉、気をつけて。どんなにモビルスーツが高性能だろうと、ガキはガキってことだ。余裕だな。貴様の泣き面が目に浮かぶようだ。マナーの悪いファンはお断りだぜ。スナイパーってはどうにも馬が合わないんだよな。今のところすごく合ってる気がするけど。問題はそこじゃねえ、ユノ。まずいわ。アリアンロッドか。部下たちの流した涙、今や私の血肉と同じ。ここで引くわけにはいかんのだ。お互い背負うものってやつがあるようだな。なんというか、部下の人たちとはまた別の迫力がある。こういうところはギャラルホルンナンバーワンかもね。私の命で皆の命をつなぐ。お前も戦場に出てきてる。なんたる屈辱だ。遠くからこそこそ撃ってたらよかったのにな。もはやここまで。だが悔いはない。クジャン家の誇りを抱いて華々しく散ろう。散っちゃダメだって。正しい歴史に戻ってもらわないと。この勇士、その目に刻め。向こうさんも随分と乗ってるじゃねえか。おい、そろそろフィナーレだ。最後まで手を抜くんじゃねえぞ。今ギャラルホルンとことを構えるのはまずい。動けなくするだけでいい。小隊長、イオ少尉、聞こえたわよね。チェン、冷めちまったぜ。厄介な客だ。とっととお帰り願おうか。受け止めるがいい。当たれ。死ぬパスだ。やるな。とっておきだ。
かった。チッ、すっきりしねえ終わり方だぜ。でも助かりました、イオ少尉。俺からも礼を言わせてもらうぜ、イオ。余計な手間かけさせちまったな。お前ら鉄火団がいれば、あのガキどもも少しは生き残れたかもしれないな。なんだって？アバよ、兄弟。ああ、またどっかでな。生き残ったら乾杯だ。ほう、なかなかやるな、お前ね。